いっぱい食べてね。おいしい、お店の味みたいです。私も来られて嬉しいです。式守さん全然緊張しないね。好きな人の家に来たんだからするに決まってる。かわいすぎか。今のうちに聞きたいことないの？中学のアルバムとか赤ちゃんの写真とか。あの子に愛想つかさないであげてほしいの。不幸体質のせいであなたも嫌な思いするかもだけど。それは違いますよ。不幸だと思ったことは一度もないです。彼の優しさはきっと人より不幸だからこそだと思うんです。それに泉さんはとっても強くてかっこいいんです。彼は私が守りますから。やだ、私が付き合いたいくらいだわ。え？私の前で不倫とは泣くよ。あら、いたの。え？